アンヌドートリッシュ、アンヌドートリッシュ、1601年9月22日から1666年1月20日は、フランス王ルイ13世の王妃で、ルイ14世の母。父は、スペイン王フェリペ3世。母は、同族で、オーストリア大公カール2世の娘、神聖ローマ皇帝フェルディナント2世の妹、マルガレーテ。フェリペ4世。 数奇教フェルナンドは弟、神聖ローマ皇帝フェルディナント三世の皇后、マリアーナは妹である。1615年にルイ十三世と結婚したが、ルイ十三世とは不仲で、実家のスペインハプスブルク家との関係をめぐって、最小のリシュリュー数奇教と対立した。長い間子に恵まれなかったが、1638年に王太子、ルイリ・ユドネ、ルイ十四世を産む。 1643年に、ルイ十三世が崩御した後は4歳で即位した、ルイ十四世の殺傷となり、ジュール・マザラン・スー・キキと共に政治を司った。マザランとは、極秘結婚をしたと言われるほどに親密であった。三十年戦争、フロンドの乱を戦い抜き、ルイ十四世の王権樹立に、多大なる貢献を果たし、1659年に、フランス・スペイン戦争を終結して、 ピレネー条約を結び、ルイ十四世を自らの名、フェリペ四世の王女であるマリー・テレーズ・ド・トリッシュと結婚させた。1661年、マザランの死後にルイ十四世が申請を開始すると、バルドグラース寺院に陰性、五年後の1666年に死去した。1601年、スペイン・ハプスブルク家のスペイン王フェリペ三世と、 神聖ローマ皇帝フェルディナント2世の妹マルガレーテ、マルガリータ王妃の王女として、スペイン中北部バリアドリッドのベナベンテ宮殿で生まれ、インファンターナマリーア・マウリシア・でエスパーニャ、インファンターナマー・アモリシャ・でエスポニアの洗礼名を授かった。彼女は、スペインとポルトガルのインファンタ及び、オーストリア女大公、ブルゴーニュと、定置諸国のプリンセスの称号を有していた。当時、 スペインはフランスと敵対関係にあったが、1610年にフランス王アンリ4世が暗殺され、幼いルイ13世が即位して母皇マリー・ド・メディシスが摂政になると、フランスはスペインとの融和を図った。1611年、アナは10歳の時にルイ13世との婚約が成立した。この結婚はカトリック大国フランスとスペインとの同盟関係を 強化する伝統に従った王族結婚があった。この伝統は、加藤カンブレジ条約に基づいた1559年の、スペイン王フェリペ二世とフランス王女エリザベート・ド・バロワとの婚姻に遡る。1615年11月24日に、アナは、ブルゴスで、ルイ13世との代理結婚式、新郎の代理人との挙式を行った。同じ日に、 ルイ13世の妹エリザベートが、ボルドーで、アナの弟の王太子フェリペと、大結婚式を挙げている。フランスとスペインの二人の王女は、両国を分かつビダソア側のフェザント島、フランスのアンダイエとスペインのフエンテラビアとの間で、交換された。11月28日、ルイ13世とアンは、ボルドーで改めて正式の結婚式を挙げた。14歳のカップルは、 将来の婚姻破棄の可能性をなくすために、結婚の完遂を余儀なくされた、性的関係がないと婚姻無効を申し立てられ、外交問題になる危険があった。公的には、初夜は成就したと発表されたが、実際には失敗に終わり、その後数年間成就しなかったと見られている。アンヌは、ルーブルグーへ、スペイン人の助官や司祭と共に移ったが、 ルイ13世の母校、マリー・ド・メディシスから無視された。宮廷の実権を握る母校は、自分の嫁に敬意を払わず、意気地のない若い国王は王妃に、全く関心を示さなかった。スペイン人である王妃は、フランス文化になれず、彼女は、スペインの礼儀に従って、生活を続け、フランス語はぎこちないままだった。だが、人々は、彼女の美しさには感嘆していた。 彼女は、栗色の髪、色白の肌、青い目そして並ぶものなしと称された白い、美しい手でなだかかかった。この自慢の手を守るために、彼女は、美しいブレスレットで飾った、天画な手袋を着用していた。1617年、ルイ十三世は、シャルル・ダルベールド・ルイヌと共に、母校の影響力を排除すべく宮廷クーデターを図り、4月26日に、 母妃の長身コンチーのコンチーニを暗殺し、母校を遊兵する。権力を握り公爵となったリュイヌは、ルイ十三世と王妃の中を改善しようと試みた。彼は、スペイン人の助官を追い出し、妻マリード・ロアンをはじめとする、フランス人に介させた。リュイヌ公爵夫人は王妃に強い影響を与え、やがて無二の友人となる。リュイヌは、国王夫妻の信仰を深めるための宮廷模様を、 開いた。アンヌはフランス風のドレスを着始め、リュイヌは王妃とベッタを共にするよう国王に進めた。何らかの発展があり、アンヌが病床に付した時には国王はひどく取り乱すほどになった。だが、1619年、1621年と王妃が続けて流産をして国王が失望すると、再び関係は冷却化してしまった。 1622年3月14日、女官たちと遊んでいたアンヌが、階段から落ちて3度目の流山をすると、ルイ13世は王妃を非難し、そのような不始末をしでかしたルイヌ公爵夫人に激怒、夫人を宮廷から追放してしまい、夫のルイヌは1621年12月に、すでに死去していた。その後、ルイ13世は、プロテスタントとの内戦に集中するようになり、 一方の王妃は価値が高い友人となっていた未亡人ルイヌ公爵夫人とシュブルーズ公クロードとの再婚を擁護した。シュブルーズ公爵夫人は後に宮廷陰謀の中心人物となる。ルイ十三世はリシュリュー数奇教を徴用するようになり、リシュリューの外交政策の基軸はフランスを両面から包囲するハプスブルク家との対抗であり、これは不可否的に王妃アンヌとの対立を引き起こした。 アンルは16年間も四次を設けることができないままであり、1624年にルイ十三世はリシュリューを主席国務卿、最初に任命している。この頃にイングランド王チャールズ一世の長身であるバッキンガム公ジョージ・ビリアーズとの仮染めの恋愛が起こったとされる。チャールズ一世と共にお忍びでフランスを訪ねたバッキンガム公はリュクサンブールグでのバレエを感激し、 そこに、女新薬で出演した王妃アンヌに一目惚れし、1625年に、大妹で、イングランド王妃のアンリエット・マリーをイングランドへ、連れ帰るために、フランスを再び訪れた、バッキンガム公と王妃アンヌが恋に落ちたというものである。王妃が、バッキンガム公へ送ったダイヤの胸飾りが、リシュリューの手の物のに盗まれたが、バッキンガム公が公安を封鎖させ、 代わりに成功な模造品を王妃に送り返したという事件がラ・ロシフ公の改装録に記述されている。バッキンガムはラ・ロシェル包囲戦でリシュリュー数奇教が率いるフランス軍と戦って惨敗を喫してしまい1628年に敗戦を恨んだ水兵陸軍中尉、によって暗殺された。これらの話は大デュマの小説三重史の題材になっている。 シュブルーズ公爵夫人の影響によって、王妃は、リシュリュと政治的に敵対するようになり、いくつかの陰謀に関与している。無本に関する不明朗な噂が宮廷内に広まり、特に有名なものが、シュブルーズ公爵夫人の格策による1626年の謝礼白の陰謀や、後年の国王の長鮮さんイコールマール公。もともとは、リシュリュ自身が推挙した人物の陰謀に王妃が、 関わっていたと、も物である。1635年、フランスは30年戦争に参戦して、スペインに宣戦線布告した。これにより、王妃の立場は危ういものになる。彼女の弟フェリペ四世との秘密裏の文通は、指定の情愛を超えた、フランスの機密に関わるものになっていた。1637年8月、李シュリューが、この文通を発見し、王妃は、 新聞にかけられて、罪を認めさせられた。シュブルーズ公爵夫人は亡命し、王妃は厳重な監視下に置かれた。このような不仲にあったにもかかわらず、驚くべきことに王妃は再び妊娠した。ある夜、ルイ十三世が嵐のため長新山イコールマールコを訪ねることができなくなったため、または国王の女友達ルイードラファイエット邸からの帰路に、 やむなく立ち寄った王妃の館で一夜を過ごしたという話が広く知られている。1638年9月5日、同藩、王太子、ルイ・リエドネが生まれ、ブルボン王家の血統が守られた。もっとも長年不仲であったのに突然王妃が妊娠したことから、実はルイ十三世の主ではないとの噂が流れている。1640年に王妃は二人目の王子を産んだが、 国王夫妻の信頼が回復することはなかった。サンジェルマンイコールアンイコールレイで生まれた、このアンジューコーフィリップはオルレアン家の祖となる。リシュリューの死からほどない1643年にルイ十三世は崩御した。ルイ十三世は自分の死後に王妃アンヌが摂政につき、実権を握ることを防ごうして、摂政の権限を制限する遺言を残していた。 ルイ十三世紀の崩御により、四歳の王太子がルイ十四世として即位し、母をアンヌは摂政に指名された。彼女はピエール世ギへの助けを受けて、パリ高等法院に摂政の権限を制限する戦王の遺言を廃させる。アンヌは、リシュリューの腹心だったジュール・マザラン・スーキ教を最小と、なして、政権を任せ、世間を驚かせた。リシュリューは、 彼のルーブル宮の北にある上官パレカルディナルを1636年に国王に寄進していたが、ルイ十三世はこれを受け取ることはなかった。アンヌはルーブル宮を出て、二人の子供と共にこの上官に住まった。このため、リシュリューが建てた上官はパレロワイヤルと呼ばれるようになる。マザランもパレロワイヤルに今日移している。ほどなく、マザランは、 王妃の愛人であるとか秘密結婚をしたとも噂された。マザランはリシュリューの政策を引き継ぎ三十年戦争を継続し、摂政となったアンヌはリシュリューの時とは打って変わって、実家のスペインと戦うマザランを支持し、懸命に支えている。戦局はフランス軍優勢に傾いたものの、戦費調達のために重税が課せられ、貴族と民衆の不満は高まっていた。 1648年、新税を課そうとする、摂政政府とこれに反対する、パリ高等法院との対立に、パの民衆が結びつき、パリで大規模な暴動が発生した、フロンドの乱。摂政アンヌは強行だったが、マザラン数期卿は、高等法院側に一時譲歩した。ベストファーレン条約が締結されて、コンデコー、ルイ2世へ率いるフランス軍が帰国すると、 反撃に転じる。翌1649年、摂政アンヌは、ルイ14世、マザランと共に、パリを脱出して、サンジェルマンイコールにイコール0へ移り、マザランとコンデコーは、国王軍を率いて、パリを包囲した。結局、パリ高等法院が妥協した形でワーギーが成立して、一旦は反乱は収まった、高等法院のフロンド。だが、 マザランと先行のあるコンデコーとの対立が起こってしまう。1650年にマザランはコンデコーを逮捕させるが、これに反発する大権貴族が高等法院と結びついて反乱を起こした。当初は反乱軍が優勢で、マザランはドイツへ亡命し、コンデコーは釈放され、摂政アンヌトレイ14世はパリ脱出を余儀なくされる。その後、 反乱軍の内部分裂もあって戦況は国王軍が優勢になり、1652年にマザランは帰国し、一方、パリ市民と対立したコンデコーはパリからの撤退を余儀なくされる。1652年に入ると国王軍がパリに進軍し、コンデコーと戦いこれを破っている。コンデコーは再びパリに入るが、またもパリ市民と対立して退去している。 コンデコはスペインに援助を求めるが、これが反乱軍を動揺させる。この間、摂書アンヌとルイ14世は各地を転々としていたが、同年12月にアンヌとルイ14世がパリに入場して、反乱は終結した貴族のフロンド。これより、前の1651年にルイ14世が成人に達して、アンヌの摂書は終わったが、彼女は、 マザラン・スーキ教が死去するまで政治的影響力を保持し続けている。1659年、ピレネー条約が結ばれて、スペインとの戦争が終わった。翌年、アンヌの名のスペイン王女、マリア・テレサ、マリー・テレーズとルイ14世との婚姻が成立して和平が固められた。1661年にマザラン・スーキ教が死去して、ルイ14世は神聖を宣言した。 アンヌは国務会議から締め出されて、もっぱら、シャンパーニュデューサン・サクラメントで過ごすようになっていた。この年、彼女の孫の王太子類、グランドオファンが誕生している。しばらくしてから、彼女は、シャンパーニュを退き、バルドグラースに移った。1666年1月20日、ここでアンヌは乳がんにより死去している。彼女の助官だったモットビル夫人が、王妃の電気メム・ワーズ D。 アンド藤トリッシュを表している。多くの人々が彼女を聡明で可愛らしい女性と見ており、そして彼女は大デュマの小説、三十四の主要登場人物となっている。結婚後数年のうちに三度流産した後、長らく子に恵まれなかったが、三十代後半に至って二人の男子を産んだ。ルイ十五世は二人の息子の彦にあたる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。